はようございます。おはようございます。おはようございます。今日はあれですね、プチ旅行に行くんですよね。はい、イエーイ。南知多グリーンバレーっていう、公園っていうの、なんかアスレチックとかできるところがあって、そこでちょっとね体動かして。知多行くんやったらさ、海鮮食べたいやん。海鮮バーベキューの、着きましたね。着きました。はい、今日は動きやすい格好で来ましたか？え、私も来ました。天気もいいし、はい、張り切っていきましょうか。いやいや、レッツゴー。レッツゴー、はい、やばいな。え、ほんまや、これやば。え、やば、めっちゃ上がるじゃん。止まった。うわ、もう無理。遅っ。あっちにおる気分になる今。やばいです。あ、自分で抜くの？うわ。ちょっと2人やってよあれ。わー、すげー。わー、スピード勝負する。これ、あ、いや、スピード勝負しよう。足離れたとこからついたとこみたいな感じね。あー、うわー、いくです。はい、せーの。ちょっと、うわー、結構怖い。結構好きだ。子供以上に盛り上がってるんだけど大丈夫？意外なスリルが。蛇の背渡り。ああ、またぐのね。これ速さやね。タイムトライアルみたいな。これならいけそうじゃん。確かに、なかなか大変そうだぞ。なかなかきつそうやね。うん、誰から行きますか？あ、じゃあ私から行くわ。行くで、よーい、始め。すげえ。え、やばいな、落ちそうやん。覚悟した方がいいよこれ。最初やばそうやな多分これ。めっちゃきつい。じゃあ次、うち行く。あ、私行きますか？いいよ。私も本気出そう。37秒やった。うん。あ、うちがいていい。よーい、始め。あ、早い。あ、やばい。これ怖っ。41秒です。41秒だけ。41秒です。あんなに早くて41秒やった。はい、はい、いや、ちょっと待って、やば、ちょっと待って。 OK、 はい、よーい、スタート。ちょいちょいね、や、やばい、進まん、これ。え、これやばくね？はい、疲れたもん。はい、32秒。やったー。1番。やった、めっちゃ喜んでる。じゃあ次のゲームいきますか。あ、これやる。え、運転みたいな感じ。そう、ね、いいよ、これする。オッケー、よし、これやろう。はい、次の種目これです。イエーイ、イエーイ。運転みたいにやって、あの丸太を行って、で、ゴールは、ゴールどうしよう。足ついたら、足ついたら、両足ついたら、ね、両足ついたら、オッケー。下にですか？あの、そこ、あ、そこにですね、ステージ。あ、オッケー、オッケーです。気合い入れるわ。はい、上着も脱ぐわ。めっちゃ気合い入れるじゃん。いや、マジで気合い入れる。準備はいいですか？運転とかやばくない？小学生からやってへんねんけど。ここ落ちたら、あの、失格ね。え、待って、うち、これさ、足さ、すらん？上げないかんですね。浮かせて、やばくね、これ浮かせて。やばい、これ背高いって不利やん。いきますよ。え、これこの辺から掴んで大丈夫？いいよ、いいよ。 OK、 でもちょっと反動怖いな。じゃあ行くで。いきますよ、よーい、スタート。はい、ついた。はい、失格。失格、リリー失格。無理、やばい、腕が、腕やばいんだけど、これマジで腕やばいって。
はい、2番手ウッチいきます。ウッチの挑戦です。行くで、よーい、始め。あ、すごいすごい、意気込みはありますか？意気込み？うん、余裕？余裕っすか？余裕。いいよ。あ、やばいやばいやばい、嘘やろ？ちょっと待って、うっそー、待って。え、マジで？すごい。すげえ。直線でいいんじゃない？あ、直線でしょうか。やばい、操縦できるものかな。何やってるの？エンジンかなんか入ってる？いや、多分ハンドル操作じゃない。何でも動くの？地味なんだけど。行きたくないけど行く。みどりちゃんは行きたくて行く。はい、なんか怖いっていうんで一緒に行っちゃいます。心強いです。な、一人じゃないだけでな、だいぶ、はい、はいはい。やばい、今の子はやばいやん。いってらっしゃい。あ、すごい、引っ張られてる引っ張られてる、ロープ引っ張られてる。おお、これすごっ。
え、マジウッチーの叫びしか聞こえん。どうでしたか？楽しい。ウッチーは？え？怖い？おかえり、楽しかった？めっちゃ楽しかった。ウッチーは？めっちゃ怖かったです。でもだって叫び声ウッチーしか聞こえんかったもん。飛んでる間。のどちんこどっか行きました。飛ぶぐらい叫んだ。やべえだ。やばい、もう本当に。さあ、体動かして。いえ、食べますね。食べましょう。海鮮腹ごしバーベキューです。イエーイ。海鮮私あんま食べれないんですけどね。私も貝類ちょっとアレルギー気味なんですけどね。おーい。申し訳ございません。でもお肉メインで食べさせていただきます。そうそう、お肉メインです。はい。うん、いやめっちゃ食べちゃおう。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 あ、ここだ。これや。もう早い。めっちゃ人おるやん。の。はいはい、バーベキューつきました。バーベキューつきました。やばい、海やで、オーシャンビューやん。うん、できれば海沿いが良かったけど、ちょっと選ぶ権利なかった。はい、そうです。まだまだ飛んに行こっか。はい、行きましょう。はい、行きましょう。え、すごくね。何か食べたかったら。え、そう、エビ行ける？あ、行けます。エビアレルギーじゃない？じゃないです。え、とりあえず一人一匹飛んで。これやばない？明太やって。うん、いる？どうする？大丈夫？牛ステーキ。私も牛ステーキ食べたい。私も3つね。はいはい、はい、買ってきました。買ってきました。手なわけで、はい、焼いていきましょう。やばいよな。乾杯しませんか？いや、乾杯しましょう。あんただけ。ごめんなさい。すいません、私だけですが。乾杯。お疲れ様です。どうですか？もういくね。おいしい。ああ。気分はビール。うま。焼いていきましょう。よし、あ、ありがとう。めっちゃうまい。うまい。全然魚じゃないけどね、二人とも。お肉です。魚一応ありますよ、これ。あります、ね。魚は私好きなんだ。まあ一回は長期で付き合い、お付き合いをしたいなみたいな。ね、年単位とか？年単位で。うん、でもそんな、うん、あの、なんていうの、付き合った期間とか、うんうん、何ヶ月何年とかにはこだわりたくないんですよ。うん、ちょっと矛盾してますけど、うん、急に何の話してるんですか？なんか彼氏のことを聞いたら、うん、いつから彼氏いないのとかってなったら、長期で付き合いを、うん、数ヶ月でしか付き合ったことないって言ってて、うん、どそのあれ、密度とかそういう系のことを言いたいことやんな。関係性の深さみたいな。あ、そうですね。あんまり苦外関係性にならなかったってことや、今までは。そうです。なんか、うん、そこまで慎重じゃなかったみたいな、うんうん、ちょっと申し訳ないですよ、今まで付き合ってきた男性に対しては。うんうんうん、ノリで付き合うみたいな。ノリではないですけど、大まかに言えば、うんうん、もう好きって感情がもう愛みたいな。うんうん、後先考えずに、うんうん、あ、好き、うん、付き合うみたいな感じの、うんうんうん、だから、うんうん、いい部分しか見てないのに、うんうん、付き合っちゃって、うん、だから何ヶ月かしか付き合えないみたいな。うんうん、でもそんなもんでいいんじゃないの？だって分からんくない？そんな付き合わんと分かんない。うん、確かに。え、何もっと何見てから付き合いたいってこと？理想は。うんうん。いや、でも分からんくない？分かんないですよね、確かに。なんか相手探しみたいな感じになっちゃう。うん、なんか嫌じゃない？確かに嫌です。なんか確かに嫌だもん。なんか相手探しみたいになるとさ、
なんか荒探しして荒探しされる感じになるやん。嫌じゃない、荒探ししたくないし荒探しされたくないし。あ、確かに逆の立場考えたらそうですよね。そう、なんか嫌やん。それやったら好きってとこだけ見てた方がですね。別に失敗したら別れればいい、別れればいいだけってなら軽いんかな、分からんけど別に。なんか 目標というか将来こうなりたいとかあるの？ない。どうですか？あんまりない。ない、な、将来か。なんかでも、落ち着いた、おばあちゃんになっても、落ち着いておばあちゃんになったら、ちょっと遠くの町に住みたいなっていうのはあります。遠くの町、はい、どういう町？例えば田舎町とか。あ、でおばあちゃんっていうのはもう定年とかってぐらい、そうです、畑やるみたいな。あ、それ憧れる。わ、かる。でも、将来性とかどうですか、大谷さんとか。何も考えてない。何も。いや、なんか普通にこう遊べてたら、遊んでたら、楽しかったらいいやみたいな。そうですか。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です言うのもどうかと思うけど、はい、楽しかったですね。楽しかったな。今からもう帰宅ですね。はい。何が楽しかった？バンジーみたいなやつ。いや、あれ見ててマジで面白かった。マジで、いや、マジ恐怖でしかなかったですけどね。ずっと叫んでたもん、マジで。誰よりも叫んでました。うちの叫びしか聞こえなかったもん。マジで、やばすぎて。意外と高かったですもんね。楽しかったですね。ご飯も美味しかったし。2人は何が楽しかったですか？ご飯が良かった。あの海鮮バーベキュー、海鮮あんま食べてないけど肉しか食べてない。そうですね。私もかな、ご飯と。まあでもバンジーもね、楽しかったの。初挑戦で、でも、誇りに思いました自分が。あ、飛べた、飛べたっていう自信的な。はい。なるほどね。自信がつきました。なんかしらの。よかったね。まあでも楽しかったですけどね。楽しかったですね。楽しかった。ほんまにまた行きたいですね。また行きたいですね。はい、はい、じゃあのいつものそうですね、宣伝の方を。はい、求人道場、あと業者とお客様をつなぐマッチングサイト、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、私たちの遊んでる姿とか会話が面白かったよとか、アスレチック行こうと思った人は高評価と、はい、チャンネル登録もほんまにお願いします。そうですね、お願いします。はい、はい、またなんかまたどっかにお出かけしてよとかな声あったら、また言ってくれたら、ちょっとまたしたよな。そうだね。はい、じゃあまた見てね。また見てね。バイバーイ。バイバーイ。